新「ジャンクン光る深夜の馬鹿力。あと今週やったらすごい地味なことまあ徐々にこう表も出たりとかウォーキングしたりとかしてる中でこの話ぶわーってつながるからなどこから話せばいいかな、まあ、ざっくり言うと l i n e p a y ンペイにか加入したみたいなねなんかえっ、ー、と LINEPay 自体はえー 先々週ぐらいに加入してて、で、これなんでかっていうと、ズーム飲み会みたいなことが、ズームミーティングみたいなことが起こるんですよ。たまに。ね。で、それこそ、前に座ってるナオメヒヤとかに付き合ってもらって、後輩のお笑いの人と、まあ、俺は飲まないけど、その、ズームでなんか喋るってことがあったりするんですよ。で、その時に、えー、じゃあ飲みます、ご飯食べますってなった時に、 俺の古いそのアナログな考え方の中にはお笑いの集団の中で飲んだり食ったりするときには一応トップが全部金払うっていうこのルールこのアナログなルールがなんかこういつもうん最優先されていくとでもさズーム飲み会ってさ結局各自がこう飲むものを持ってくるからなんか各自が好きで各自のその俺のおごりではなくてええー 各自の支払いで飲んでるのが嫌なんだよね、なんか。嫌だから、LINEPay <laughs> でお金をあらかじめ送るから、それで買って集まってくれと。でそうすると一応、その、体裁上、俺が払ってることになるからっていう、その謎のスタートで、だからなんだろう、怒ってるから、怒ってるよね、俺みたいな。要するにだなんだろう、人間性でみんな集まってるみたいな自信がない。 <laughs> ね、こっちのどっか交換条件にただ酒を飲んでいるんだからっていうこのなんかやつを提示しないともうそのどうせバカにしてるってのはみんないやいや飲んでるってなっちゃいますから。 まあ、何ですかね、泣いた顔に方式っていうんですかね、自分で自分を傷つけるのはおやめなさい、で、その,、まあ、その l i n e ンペイに入るようになったんだけど、なんかその銀行のチャージがうまくいかなくて、その銀行から直接 l i n e イにチャージするってやり方が、全然こう、ネットで簡単に入れるっていうのに、エラーっていうか、なんか、えー、っと、あなたのその口座のモバイルバンキングの暗証番号をみてえなことを言われて、できませんになるから。 なんかいちいちその、えー、コンビニの ATM みたいなやつで入れるみたいな、現金を下ろしてもう一回入れるみたいな、な謎のワン,ワンテンポ、普通にクレジットカードで <laughs> 下ろした1万円をなぜかそこでまた入れるみたいな作業がこういるんだでうん、それが嫌だから、まあ、表も多少出ていいみたいだしっていうんで。 えっと銀行にこれはどうなってるんですかっていうのを聞きに行って要するにもう銀行からチャージできるようにしてほしいってもとその俺の使いたい銀行口座っていうのはえらい古い口座であの自分がその銀行に口座を開いたのが結婚した頃だからこの番組始まった頃だから多分25年前とかそんな頃なわけでそんな頃だからあのー。 銀行の名前も違ういっぱい合併ししたりとかして,てだし、もっと言うと、じゃいざそこの銀行に行こうと思った段階で、えー、その視点がない、視点がすごい減ってるから、そこにはもう視点がなくて、今現在どこに行けばいいのかあたりからもう分かんないしで、やっとのことで、その銀行にたどり着くんだけど。 なんか1から10まだややこしいんだ、その今、コロナだから、まあ銀行来てる人も、銀行に来てるお客さんもすごい少ないんだけど、銀行にいる人もすごい少ないのね、で、そうするともう入り口のところこう無人で、なんかそこのところで、こう、どの要件がある人は何番のボタンを押して、で、いてどの要件の人は何番のボタンを押して、で、それぞれにその、えー、っと、整理券みたいなのが出るから、それ持って待ってくれみたいになるんだけど。 その該当する電子マネーとその自分の口座を結びつけたいんだけどよくわからないっていう条項がないからだからそうすると、あのー、もう一個、その他なんだかわからないもないわけだからその時点でどうしていいかわかんないんだけどその後から来たおばあさんがちょっとって大きい声で言っててで、えー、っと一番口座を開きたいっていうのある、ね、ちょっと 講座開きたいんだけどつって人を怒鳴って呼んでたからこれなんだと思って <laughs> ででついでにあの僕もちょっとわかんないんですけどつってその電子マネーとでそのアプリでやろうとするとこうなっちゃうんですけどみたいなことを言われてでっとそこでその手続きをするんだけどさまあそれがさややっこしくてさややっこしい上にどんどんアナログだった ことがどんどんデジタルになってくからなんかそれの継ぎ足しみたいなのが全然よく分かんなくてまず俺は銀行員っていうものを持ってきたんだけど俺も銀行員と通帳とクレジットカードと身分証明があればあとは何とでもなるんだろうって思うから持ってくんだけどまず銀行員は一回も使わなかったねでタブレット端末みたいのにタッチペンでここサインしてくださいって言われるところは何回かあるんだけどこれが面倒くさいのはださ 多分それデジタルとアナログの狭間でそういうことが起こってんだと思うの。で、それが、なんか最新式の専用端末みたいなやつを銀行員の人が持ってて、で、そこのところある程度のやつをやったら、じゃあここだけサインしてくださいっつって、そのタッチペンとタブレットみたいのをこっちに渡そうとするんだけど、今度は最新事業として、その間にアクリルのボードがあるの。だから、えっ、ー、と、一旦、 タブレットとキーボードがマグネットでつくタイプのなんか最新の端末あんじゃん。あれを2つ合わせたまんまだと、えー、そのアクリルボードの下を抜けないから、はがして、その、えー、タブレットだけにした状態で渡すみたいな、なんか謎の作業とかがずーっといっぱいあって、で、またその後俺、その当時の、えー 暗証番号が分からなかったりとかずっとややこしいことがずっと続いてるわけで最終的になん何とかかんとか俺の LINEPay の口座とその新しい口座みたいのはあ、まあ、古い口座みたいのはくっついたんだけどだか最後の最後にクレジットカードが古すぎると。 このクレジットカードがすごく古すぎて使えないわけじゃないんだけどなんか最新のチップの入ったやつとかに変えた方がいいんですみたいな話しさしたねただ、えっと、そこに書いてあるうさぎちゃんの絵にあの思い入れがあるっていう方もいらっしゃるんで必ずっていうわけじゃないんですけどって言われてでその時に俺はうさぎちゃんの絵に思い入れはないんだけど俺が結婚してのう家っていう姓になって初めて作って。 で、しかもそこからえっ、ー、と、家のローンとかを払ったりとかしたそのクレジットカードだから思い出のあるクレジットカードだからできればキャッシュカードだからできれば買えたくないって言った時になんかちょっとクスって笑ったんだよね向こうがそれが俺の中ですげえウサギ好きなやつだと思われてるっていう感じでその後、 ちょっと大きな経済動かか、したろうかつっってちょっと大きな支払いを1個しなきゃいけなかったんだけどその大きな支払いが50万円ぐらいの支払いをしなきゃもうちょっとかぐらいの支払いをしなきゃいけなかったんだけどそこが LINEPay に対応してますで、LINEPay だと何かのキャッシュバックが出ますっていうからそんなの LINEPay でやるに決まってるじゃんか今開通したばっかりのそしたら今度さびっくりするぐらい簡単にその <laughs>。 本当に顔認証しますみたいなことも勝手にやってくれるじゃん。で、額面入れて、顔認証して、次、OK、入れていいんですか、OK ですってったに、50万チャージされるわけ、その、LINEPay に。ほいで、その次に、今度、えーと、QR コード、俺が支払いしなきゃならないところの QR コードを出して、そこのところにそれ支払いで、額面入れてくださいってって、また今、入ったその50万を、50万ってやって、また顔認証されて、 勝手に顔認証をくるっ,とおって OK されてででその OK のボタンを押しかけたいってなったらそれが一気にゼロになってそこに支払いが済むわけ怖えってなってなんか怖くないなんか怖くないだって今俺の中で50万円がすげえ動いたはずなのになんかこう全然俺の覚悟のないままにこうばう次々とお金が動いていくことに超怖くなって。 今からラインペイをやめたいって今 <laughs> もうなんかあまりに怖くてやめたいってもうなってんの。